続いて12レース出走です。塚正樹、3番栗原俊介、4番岩田幸男、5番前田純、6番松尾博文、7番高橋光嗣、8番青山周平。第43回上毛新聞社杯12レース優勝戦は以上の8名によって行われます。そして11レースは1着が写真判定となっています。対象車番が3番と8番、そして審議にもなっていまして、対象車番は4番車です。写真判定は3番と8番、そして審議対象は4番車となっています。確定が出るまで今しばらくお待ちください。レース優勝戦の試走をご覧いただきました。今シリーズの優勝戦が0-10-20の戦いです。群馬テレビをご覧の皆さん、伊勢崎オートレース場です。ここからは伊勢崎オートレース場で行われております第43回上毛新聞社杯優勝戦でお楽しみいただきます。群馬テレビをご覧の皆さん、こんばんは。司会の中林久美子です。よろしくお願いいたします。実況の森泉光一です。よろしくお願いします。なお12レース優勝戦選手の直前情報は、後ほど八尾菊さんに伝えてもらいますので、どうぞそちらも参考にしてください。ここで先に12レース優勝戦のメンバーをご覧いただきます。1号車中野正則、山陽ハンデ0、2号車平塚雅樹、浜松ハンデ10、3号車栗原俊介、伊勢崎ハンデ10、4号車岩田幸男、伊勢崎ハンデ20、5号車前田純、山陽ハンデ20、6号車松尾博文、山陽ハンデ20、7号車高橋光嗣、伊勢崎ハンデ20、8号車青山周平、伊勢崎ハンデ20、以上8選手の戦いです。そして12レース発売締め切り時刻が20時42分、発走予定時刻20時45分と、こちら当初の予定からそれぞれ5分ずつ遅くなっています。時間ご注意ください。さあでは12レース起走タイムお伝えいたします。1号車中野選手 3.35、 2号車平塚選手 3.32、 3号車栗原選手 3.34、 4号車岩田選手 3.32、 5号車前田選手 3.34、 6号車松尾選手 3.29、 7号車高橋選手 3.28、 8号車青山選手 3.27 でした。では試走 VTR でご確認ください。では改めて試走タイムご覧いただきます。1号車 3.35、
2号車 3.32 審判放送入ります。さあでは12レースの優勝戦オートレースモバイル提供の印を教えてもらいます。本命は8番青山選手、対抗は7番高橋選手、続いて黒三角2番平塚選手、そして白三角6番の松尾選手となっています。こちらの印となりました。どうぞ思想タイムと合わせてこちらの印も参考にしてください。続いて19時58分現在の気象状況です。天候が晴れ、気温は25度、先ほどの11レースからは一度下がっています。湿度が 40%、 両走路のコンディション、走路温度一度下がりました。30度の発表、風速4メートルです。春の両走路、走路温度は現在30度の発表になりました。さあいよいよ第43回常務新聞社杯優勝戦となります。現在の人気ご覧いただきましょう。三連単は786、13倍、782、13.7倍、高井選手から青山選手、3着松尾選手へ、現在は一番人気の13倍です。782が続いて 13.7倍です。2連単2連複、2連単一騎打ちムードです。78が 3.3倍、87で 5.3倍、2連複は781.6倍となっています。そして準決勝戦後にお話を伺っています。そのインタビューの模様をご覧いただきましょう。レース振り返ってみていかがですか？そうですね、こう前の節から居残りでちょっとハンデも前に行っちゃったので、まあちょっとスタートいった展開になるんで、ちょっと展開が良くなったりはしますね。優勝戦に向けての整備は考えていますか？いや特には考えてないですね。はい。タイヤの方は？タイヤも考えてないです。はい。レース振り返ってみていかがですか？まあそうですね、思想から、エンジンはまずまず良さそうな感じだったんですけれど、タイヤがちょっとなんか気持ち跳ねるのと滑るんで、最後はなんかちょっといまいちスピードが乗らなかったです。エンジン的にはなんかまだちょっと物足りない感じですか？まあそうですね、もうちょっと先があったらなんかもっと乗りやすいのかなって感じがしますね。タイヤの方は？タイヤのも今日のはちょっとなんかいまいちなんで、まあ昨日のかなんか他に探します。レース振り返ってみていかがですか？手前が弱かったです。タイヤも良くなかったんで、いっぱいいっぱいで、最後なんとか刺さったので良かったんですけど、厳しいですね、このままじゃ。優勝セリミティの整備は考えていますか？初日の状態が結構良かったんで、そこをベースにちょこちょこやりたいと思います。タイヤの方は？タイヤやばいです。今から探さないとです。スタートも良かったですよね。まあエンジンなりで、はい。前回のカーチと比べてやっぱ全然違いますか？環境終わってから下回りやって、セッティング変えてシリンダーも新品にして、まあいろいろやったんでだいぶ馴染んできた感じです。優勝セリミキテの整備は考えていますか？いや考えてないです。タイヤだけですね。タイヤはいいのありますか？まあ行かないと分かんないですけど、まあ初めてのタイヤになると思います。では最後に花見さんにメッセージお願いします。はい、明日も全力一走頑張ります。レース振り返ってみていかがですか？そうですね、ちょっと足回りが良くなかったので、はい、まあ、乗れると思ってなかったですね。はい、スタートはどうでした？スタートはコンセプト、はい、自分なりには切れてます。はい、ちょっと思想が差によってあれと思ったんですけど、その辺はいかがでした？まあそれ跳ねてる分でエンジン自体はそんな悪い状態ではないかなと思います。優勝戦に向けて、まあ、足りない部分とかありますか？まあそうですね、ちょっと跳ねないタイヤを探すのが先決かなと思います。はい、レース振り返ってみていかがですか？そうですね、最後1着まで行けたので良かったですね。エンジン調子良さそうですね。乗り心地がいいので、あとは威力が来ればもっといっとくなると思います。スタートの方はいかがでした？スタートはまあ場所的に今朝失敗したので、まあミスしないように切りました。優勝セリミキの整備は考えていますか？今乗った感じでもうヘッド周りとキャブだけやろうと思っているので。エンジン状態いかがですか？練習できてるんで、
まあいいですけど、まだ納得はしてないですね。優勝戦に向けての整備は考えていますか？まあ、今日ちょっと、まあ、また2部差は変わらずあるので、まあ、その辺を取って、取れればもうちょっといい動きになると思いますけども、はい、タイヤの方は？タイヤは今日のか、もう1本、当たりをつけて、どちらかで行こうと思います。レース振り返ってみていかがですか？スタートが切れないです。今日もちょっと出遅れた感じですか？まあ、出遅れてはないんですけど、もっと切れるはずなんですけど。優勝戦に来ての整備は考えていますか？まあ、セッティングで、やっていきたいです。はい。では最後に金村さんにメッセージをお願いします。はい。なかなか優勝を一先できないんですけど、明日は優勝できるように、一生懸命頑張りますので、当レース成田の皆さん、ぜひ応援してください。ということで、準決勝戦後にお話を伺ったそのインタビューの模様をご覧いただきました。さあ、それではここで、本日11レース12着は写真を参考にして入着が決定となりました。その写真をご覧いただきます。さあ、それではこの優勝戦、選手の直前情報を伝えてもらいましょう。八尾明子さんです。八尾ちゃん、お願いします。はい。群馬テレビをご覧の皆さん、こんばんは。ロッカーリポート担当の八尾明子です。今日は日中は30度まで上がりましたが、この時間はすごく過ごしやすくなりました。心地のいい風も吹いています。それでは12レース優勝戦、選手情報をお伝えしていきます。まずは1号車中野正則選手。前節も伊勢崎で走っていて動きも悪くなかったため、前節からはヘッド周りぐらいしか扱っていないそうです。またハンデが軽くなったので着を残せているんだと思うと話していました。レースでも乗りやすさがあるので、今日は昨日の状態でレースに行くとのことです。スタートはしっかり残せれば着を取れるので、後ろに食われないようにしたいと話していました。タイヤは昨日のタイヤで、2年半ぶりの優勝戦なので楽しみますとのことでした。続いて2号車平塚雅樹選手。今節はピストンを新品にして上積みがあり、エンジンはいい状態。鈴木雅美選手にアドバイスをもらったそうです。レースでは流れ込みはあるけれど、もう少し先が欲しいですねと、今日はリング交換をしてそこから調整していく。思想は3秒32以上ないとダメですねと話していました。スタートは普通、いいわけでもないので、クラッチ板を変えてスタートいけるようにするそうです。タイヤは初めて行くタイヤで、当たり付けした感触は良かったそうです。今年優出2回は伊勢崎、伊勢崎は相性いいですねと。また今日は川口で小林瑞希選手が初優勝を飾っていいものを見せてもらいました。自分も頑張りますと話していました。続いて3号車栗原俊介選手。全県 B ピストン交換を行っています。さらに今節道中にヘッド交換をしています。ヘッドは交換したものの、初日の動きが一番良かったかなと話していました。今日は手前を求めて調整、昨日とはセットを変えていくそうです。今日は練習に何度も行き、タイヤを探していました。タイヤは初乗りのものですが、練習に行った感じは良かったそうです。続いて4号車岩田幸雄選手。今節はエンジンをオーバーホールしてロッド、ピストンを交換しています。また道中シリンダーも新品にしています。初日2日目とエンジンの回転が上がらない感じもありましたが、セッティングや部品が馴染んできたのもあり、軽さがあって乗りやすくなったそうです。レース前にエンジンをかけて調整していくとのことです。スタートはエンジンなり。岩田選手はスタート練習には行かず、レースで合わせていくそうで、初日からスタートタイミングもコンマ23、コンマ14、コンマ09とタイミングが見えているので、今日は昨日くらいで合わせれればと話していました。タイヤは以前使った実績のあるものにしています。続いて5号車前田純選手。
今節3日間連に絡んでいますが、あまりエンジンの手応えとしては良くなく、毎日電気、キャブ、フォーク周りなどを手を入れているそうです。昨日のレースもスタート行けて前もペースが上がっていなかったし、展開が良かったからですねと話していました。また羽根が結構あるため、昨日の12レース後に羽根がないか確かめたタイヤに交換、エンジンは昨日のままで行くそうです。スタートは行かないと何もない、近況は切れていますと話していました。続いて6号車松尾博文選手、今節は特に大きいパーツ交換をしていませんが、ヘッド、キャブ、電気、いろいろとセッティングを試したそうです。エンジンをかけてみると初日2日目は音が割れていたけれど、昨日は音が割れなくなった、今日は昨日をベースでヘッド周りだけ扱っていくとのことです。思想は2秒台は欲しいと話していました。問題はスタート、昨日のレースを振り返ってみると遅すぎたためクラッチのパーツを全部変えていくそうです。練習では自分なりに切れていいイメージで練習を終われたそうです。タイヤはいいものが見つからなかったそうで、若干滑るけど昨日のタイヤで行くと話していました。続いて7号車高橋貢選手、エンジン状態はまあまあ、昨日はセットを変えていったけれど何か足りない感じと話していました。序盤は内を走ってさばいてはいけるけれど、先頭に立つと開けづらく大きく走れない、ペースが上がらないそうです。今日は手前を求めてセッティング扱っていくとのことでした。スタートは今節切れている、タイヤは初乗りのタイヤでいくとのことです。最後に8号車青山周平選手、8連続優勝をしている青山選手、エンジンは悪くはないんだけれどもう一つ上積みが欲しいそうです。昨日も思想は良かったけれどレースでは進みが悪く、初日の方がタイムは出ているけどと、欲しい部分が日によって違いますねと話していて、今日もいろいろセットを試していました。タイヤは羽根がある時とない時があるそうで、今日は初乗りのタイヤをつけています。スタートは全然切れていないですと話していました。続いて天候情報です。天候は晴れ、気温は25度、湿度は 40%、走路状態は両走路、走路温度は30度、風速4メートルです。こちらからは以上です。八尾ちゃん、前回の優勝戦、はい、高橋貢選手優勝、うん、そして青山周平選手が準優勝、はい、今回も楽しみですし、今回ちょっと思想もかなり、ね、6号車から上がっているので、松尾選手は、はい、あのレジェンドを制覇したじゃないですか、はいはい、その時に高橋選手との、うん、戦いも素晴らしかったんですが、ね、激しかったですよね、しかもあの松尾選手は伊勢崎相性いいですといいです、今日は笑顔で話してましたね。まあ、前の平塚雅樹選手も初優勝がかかっていまして、まあ、今日川口で、ね、小林瑞希選手が優勝しましたので、はい、ちょっとそれが刺激になったというお話もしていましたよ。そうすると、はい、あの平塚選手持ち前の速攻決めてという思いは強くなってますね。はい、はい、クラッチ盤も変えてるので、はい、そうだと思います。そしてこの後、はい、優勝インタビューがあります、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで選手の直前情報、矢尾明子さんに伝えてもらいました。少し風が、手振ってますよ、矢尾ちゃん。手振ってる、矢尾、はい、ちゃん、じゃあ優勝戦しっかり見てインタビューの方お願いします。聞こえないか、まだやってるご覧のように風が少し出てきてますから、なんか心地よい風だというね、ヨちゃん印象があったようです、はい、さあいよいよ第43回上毛新聞社杯優勝戦となります。今シリーズは4日間天候にはしっかりと恵まれました。今日も、1レースはかなり暑くて気温が30度、走路温度は53度です、はい、この優勝戦になりまして気温25度、そして走路温度は30度、23度下がるんですよねこの数時間でそんなにっていうのはありますよね、はい、まあですからナイターでよかったと、ファンの方も観戦してらっしゃって思われてるんではないでしょうか、うん、そうですね、多分外にいても気持ちがいいんじゃないのかなと思います、はい、さあ優勝戦も車券ゲットして気持ちよく一日締めていただければと思います。そうですね、はい、さあまず1号車中野選手です。で今日が3号試走です。前回からの、中野選手居残りアドバンテージがありました。今シリーズは3号3737の試走タイム、1着5着1着、
上がりタイムは準決勝戦4-2-8で1着。さあ、ゼロからの逃げ、このハンデ1は生かしたいですね。2009年1月6日以来の優勝を狙います。さあ、そして10戦内、平塚選手が今日3人出走です。平塚選手3635-32の出走タイムです。シリーズベストタイムは2日目で4-0-8で2着となっています。意外にも平塚選手まだ優勝がありません。これ本当に意外ですよね。意外なんですよね。そして、今年2度目の優勝、これが伊勢崎、はい、リポートにも、ね、八尾ちゃんもリポートしてましたけども、ご本人もやはり伊勢崎いいですねというお話ですからね。その流れで優勝まで行ってほしいですね。スタート行って自分がどれだけ引っ張れるかですというお話でした。趣味はだいぶ青函に色が焼けてらっしゃるので、ちょっとアウトドア系なのかなと思いましたけれども、 あくまでも、まあ、歩いたりするので色が焼けているということで、はい、今は子供たちと一緒に遊ぶのが一番幸せですねなんて、そんな話も、はい、してらっしゃいました。そして外の栗原選手、今日3、4出走です。栗原選手が3-1-3-2-3-3の出走タイムです。今シリーズベストタイム初日4-0-9で3着。栗原選手2017年9月10日以来の優勝、稲妻賞以来の優勝ということになります。さあ、平塚選手とのまずはここスタート勝負、どちらが先に行くのか。これ何としてもまず序盤戦負けられないですね、はい。さあ、そして最終班です。20戦1番内、岩田選手です。今日3人出走です。岩田選手が3-2-3-2-3-0の出走タイム。準決勝戦は4-1-2の上がりで2着です。2009年10月20日以来の優勝を狙う岩田選手、速攻見せたいですね、はい。外、前田選手が3-4出走です。前田選手が3-6-3-4-3-4の出走タイムとなっています。上がりは準決勝戦4-1-3の上がりで2着。やはり足回りだいぶ気にしていらっしゃいました、はい。まあ、ただフォーク回りもありました。これは羽が解消していってほしいです、ですね。そして外は松尾選手、今日2級出走です。松尾選手が3-2-3-1-3-1の出走タイム、希望通り2秒台が出ました。上がりタイムは準決勝戦3-9-9の上がりで1着、今シリーズは区切りの500勝も達成となりました、初日に達成となった、松尾選手、500勝達成、自分のご褒美考えていきたいなというお話ししてらっしゃいました。モチベーションがあるのがいいですよね、ですからこれ優勝を飾ればダブルのご褒美になりますよ。ちょっと何なさるのか外、高橋水口選手は2-8出走です。高橋選手3連勝ゴール決めています。3-0-3-0-2-9の出走タイム、今日が一番いい出走タイムとなりました。上がりは2日目3-8-7で1着です。さあ、そして大外、青山選手が2-7出走。青山選手3-0-3-1-2-8の出走タイムです。今日が2-7、やはり今シリーズで一番いい出走になりました。昨日が4-0-9の上がりで1着。プレミアムカップから8連続優勝、いやーすごい、これすごいですね。さあ、青山選手、なんかインタビューでもなかなか伊勢崎で優勝できないのでなんてお話ししてらっしゃいましたけれども、はい。さあ、序盤から仕掛けていきたいですね、はい。現在は7869.9倍です。さあ、元ロトですが、ビッグは、ゼロで、ミニの方は389口ありまして、先ほどの岩崎選手の1着でこの12レースを残して30口となりました。さあ、オエファックスもいただいています。中野正則選手に清手さん、中野選手には山口県の、ステラさくらんぼちゃんさん、そして、こちらが松尾選手にステラおばさんからいただきました。高橋貢選手に鹿沼市の藤子さん、高橋貢選手貢ファンクラブ館林支部長山よ丸さん、青山周平選手に群馬のよっちゃんさん、青山周平選手にはシュナイダーさんからも応援ファックス届きました。たくさんの応援ファックスありがとうございました。今日は豪華な花火も上がります、そして優勝インタビューもございますので、最後の最後までしっかりとご覧いただきたいと思います。
さあ12レース優勝戦発売締め切りとなりました。12レースの発売は締め切りとなりました。本日もたくさんのご投票ありがとうございました。4日間天候に恵まれました第43回縄文新聞社杯。さあいよいよ優勝戦、春の両走路、走路温度が30度の発表です。では締め切り直前の人気ご覧いただきましょう。人気はこうなっていました。786は10倍を切って 9.9 倍、782で 10.2 倍、876 13.4 倍です。2連単2連複、2連単783.5倍、裏の874.7倍、2連複は782倍、続いて 275.7倍となっていました。さあ間もなく優勝戦も発走時刻を迎えます。では優勝戦実況でたっぷりとお楽しみください。ムーンライトナイター第3弾第43回縄文新聞社杯、4日間にわたって行われてきましたが、いよいよフィナーレ、ファイナリスト8名による頂上決戦が始まります。前回同様最後の最後まで目の離せない、今回もそんなバトルを期待したいところであります。さあこれから決戦に向かう8選手がナイターに減らされた走路へと飛び出していきます。舞台は晴れの両走路、連日の厳しい暑さにやられそうになったファイティングパンダもこの優勝戦は心地いい風を受けながらその優勝戦見守ります。最終12レース優勝戦、メンバーご覧のようになりました。ハンデは0、10、20です。まずはハンデゼロ、久々の優出、チャンスを生かしたい中野正則。10戦です。速攻を武器に悲願の初優勝へ、平塚雅樹。初日のイケメン選抜は3着、しかし最後に勝てばナンバーワン、栗原俊介。そして20戦ベテランの意地と味、岩田幸男。昨日同様今日も速攻でチャンスを作りたい前田潤。トーチ好愛称、昨日のような強烈な追い込みを松尾博文。前節優勝のインパクトが記憶に新しい高橋光。そして絶対王者へ初日のリベンジを青山周平。以上の8選手頂上決戦シリーズラストラン12レース優勝戦です。2秒台、高橋光、青山周平、松尾博文の順で人気が集まっています。平塚雅樹は初優勝をかけての一戦、今シリーズ最後のブルーランプが消えまして、スタートまで残りは5秒です。3秒前から2秒前12レース優勝戦スタートを切りました。さあまず10戦平塚のスタートは枠台に残している。その後ろ20戦のスタートは5番の前田潤、今日も前田潤がそこを行くのか。4番の岩田幸男が続く形、そのインをついて6番の松尾、さらには1コース7番の高橋水、西宇治えぐっていくように行く。さらには6番の松尾はどうだ、6番の松尾の浮きはどうだ、8番の青山は最後方からレーサー2周目に入っていきます。まずは中野がレースを引っ張ります。久々の優出となりました中野正則。2番の平塚が追っていく展開、平塚は初優勝をかかる一戦。その後ろでは3番の栗原俊介、後方では7番の高橋水、高橋水4番手、その後方に6番の松尾となっています。さあ高橋水インをついていきまして、ここで3番手、そして前の方は先頭2番手入れ替わりました。2番の平塚先頭、1番の中野が2番手、その後ろでは7番の高橋水、そして3番の栗原のインをついて6番の松尾であります。さあ前に上がってきました7番の高橋水、高橋水が2番手、前は1人平塚となっています。レースは残り半分となりまして、2番の平塚レースを引っ張る、その平塚を追っていきまして7番の高橋水、少し離れまして3番手、1番の中野、そのインコースに6番の松尾であります。外を攻める8番の青山でありますが、現在は5番手。
さあ捉えた捉えた、高橋光が捉えました。残り2周終盤戦で高橋光が先頭に躍り出ました。平塚初優勝をかけた一戦でありましたが、現在は2番手、そして3番手松尾、松尾が3番手、その内側からやってくるのが青山周平、松尾を捉えていく。逆転3番手、先頭7番高橋光、レーサー残り1周ブルーフラッグ、ファイナルラップへと入りまして7番の高橋光が先頭、少しリードを作りました。平塚2番手も1コース、ここは切り裂いていこうと青山周平、青山2番手に上がりましたが、もう一歩及ばないか、前は高橋光、完全優勝。初日イケメン選抜同様、ここは高橋光と青山周平のワンツーとなりました。そしてこのレースも制したのが高橋光であります。青山も最後猛追しましての2番手、そして松尾が3番手、人気のワンツースリー決着となっています。入選は786、投票券は確定が出るまで大切にお持ちください。前回の強烈な優勝戦に続く、これで連続優勝ということになりそうです。以上、実況でお送りしました。ということで優勝戦をご覧いただきました。激しいレースとなりました。今シリーズも優勝戦制したのはこの7号車王者高橋光選手です。今回もやっぱり王者は強かったという、そんなコメントになるんでしょうか。王者で始まって王者で終わるというイケメンもナンバーワンイケメンをゲットした高橋光選手が優勝となりました。まあ、10レース師匠が1着、はい、そして高橋選手優勝、前回の流れと同じです。同じじゃないですか。師匠何見てらっしゃるんだろう。タイヤの番号次これつけようかな、番号はっていう感じで与える前にまずチェック北畑選手も興味津々ですね。さあ12レース確定となりました。786の入選です。1着7番高橋光、2着8番青山周平、3着6番松尾博文でした。今シリーズの優勝は高橋光選手となりました。さあ花火が打ち上げられています。今回もこの花火は高橋光選手への祝砲となりました。高橋選手は198度目の優勝、はい、いよいよカウントダウン入ってきましたよ。なんかすごいドキドキしてきちゃったんですけど、200という数字が見えてきました、はい、さあ高橋光選手の優勝を祝って豪華な花火、うー、王者も見てらっしゃいますね。どんな気持ちなんでしょう、自分のために上がっている花火、そういうことですね。まあ、ほっとした気持ちもあり、いろんな気持ちがあるんでしょうね。さあでは確定です。2連単78360円、2連複7と8の組み合わせ200円、3連単が786990円、3連複6と7と8の組み合わせ330円でした。すべて一番人気の決着となりました。その他の結果もどうぞ合わせてご覧ください。そして優勝を飾りました高橋選手の上がりタイムです。3.385 でした。第43回上毛新聞社杯優勝は高橋光選手、完全 V となりました。この勝利1372勝目198回目の優勝です。高橋選手おめでとうございます。さあそれでは優勝インタビューです。八尾ちゃんお願いします。はい、見事優勝しました高橋光選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。完全 V、 そして連続 V です。今のお気持ちいかがですか。最近、車も、動いてくれて、
まあそうですね、今日は変えたタイヤも良かったので、まあこうして、また優勝できて良かったですね。花火どんな気持ちで見てたんですか？やっぱり、綺麗ですね。まあ自分が一番綺麗に見えるんじゃないでしょうか。ではレース振り返っていきたいんですけども、試走 3.28 でした。手応えいかがだったでしょうか？まあエンジン的にはあまり変化なかったんですけども、タイヤが、昨日より少し食いついている感じがあったので、まあ昨日までよりはちょっといいかなという感じはありましたね。スタートもしっかりいい位置つけましたね。そうですね、はい、最近、まあ、スタート感じよく切れているので、はい。道中は最後の2周で平塚選手を捉えました。その時はいかがだったでしょうか？平塚君すごくペース良くて、まあ、かわせるところまでいければなと思ったんですけども、まあ、最初もっと早めに、かわしたかったんですけどね、まあ、ちょっとペース早かったので、周回ちょっと重なりましたね、はい。その先頭に立ってからは前節のように後ろの音を聞こえてましたか？最後聞こえたんですけど、まあ追いかけている時の方が、感じよく走れたので、まあ、先頭ちょっと走って、コースと、ペースがちょっと上げられなかったですね。まあ、今節完全 V となりましたけども、改めてエンジン状態いかがだったでしょうか？まあ、優勝できるのでいいんですけどもね、まだ上が欲しいですね。 200V も見えてきましたね。そうですね、はい、頑張りたいですね、はい。それではファンの皆様にメッセージお願いします。今節も応援ありがとうございました。次もまた、自分はムーンライトなんですけれども、地元で、また頑張りますので応援よろしくお願いします。見事優勝しました高橋貢選手でした。おめでとうございました。ということで高橋貢選手の優勝インタビューご覧いただきました。この後が高橋選手が、予定になりますが浜松の、G2 ウィナーズカップ、はい、そしていよいよムーンライトチャンピオンカップ地元ということで、もしかするとそこで、あ、いや十分にありえますよ。200V ありますか？それをやっちゃいそうなのが王者じゃないですか。やっぱり王者はやります。やるときはやります。いや本当に地元ファンは王者命ですというファンの方多いんですよ。やはりこの走りますと痺れるのは分かりますね。やっぱり走りも全てを含めてイケメン、はい、ということになりますね。そして走っている姿も、そしてロッカーで過ごしていらっしゃる姿も非常に品格があるというかスマートなんですよ。 ありますね、品が。まあ、ですから武井選手が撮ってくださる写真、どの写真拝見してもこう力が入っている感じがなくてしなやかです。そうですね、まあ、選手の中には本当に理想のフォームですねという、話をしていらっしゃる選手もいらっしゃいます。ファンの方の気持ちはもうしっかりと掴んで、このゆっくりのウイニングラン、これも王者の証という感じに見えました。素晴らしい優勝です。高橋貢選手優勝おめでとうございました。いやすごかったですね。いやさすが王者って感じでしたね、はい。さあそれでは前列結果をご覧いただきましょう。まずは2連勝短式、2連勝複式の結果はご覧の通りです。なお本日2レースが中止となりました。2レース全変換、2レースに関係
選手の1着で、本日は13口、1口12万3610円です。昨日ほどではないですが、それでも大きな数字ですね。大きな配当になりました。いやそれにしても、もう記念ではないこの優勝戦なのに、はい、優勝戦の前のあのお客様の拍手、あれだけで鳥肌立っちゃうんですけど、私も実況前にテンション上がっていきますね。いいですね、それにしても高橋みすぶ選手素晴らしいですね。そうですね、ということで今シリーズで高橋みすぶ選手が198度目の優勝、次節の、チャリロト杯初日は12レースがナシエ VS インライダーと、せっかく楽しみ、楽しみですね。いや優勝戦いかがでしたか、森。いや本当に優勝戦、まあ、前回に引き続き高橋みすぶ選手の本当にしびれる走りで良かったなと思ったんですけれども、はい、まあどうなんでしょうね、ムーンライドも期待したいですよね、はい、次節もしびれますよ。では今日はこのあたりで失礼いたします。さよなら。